はい、皆さんこんにちは、ずんだです。今回もですね、腕前英体の、マナスさんというね方を指導していくということで、マナスさんはですね、プレイ時間は1000時間ほど、で300時間ほどで英体まで行くも、その後 S プラス0や S 体には行くけれども、結局英体に戻ってしまい、まあ、700時間ほど経ってしまったと。で、最高腕前はガチヤガの S プラス0で、今はどのルールも英体あたり。で、寿司コラ使いとして、活動しておられたんですが、今回ですね、私ズンダがですね、指導するにあたって、やはりちょっと寿司コラは弱い武器なので、変えていただけませんかと、お願いしたところ、まあ、クローズアップか、まあ、52ガロンベッチを使ってみようと思いますとのことで、今回の動画は、クローズアップを持っていただいてます。で、腕前の目標は S 体から S プラス体を目指したい。まあ、もしよければ X も行ってみたいな、とのことでした。で、特徴としてはね、キル力自体はすごく高いです。あと、まあ、前線をちゃんと上げるっていう動きもしてます。はい。で、今回ね、動画のポイントなんですけども、やっぱり欠点がやっぱりありまして、何かと言いますと、打開の仕方が分かってない。高台からすぐに降りてしまっている、視野が狭い、周りを見る癖をつけていない、あとクリアリングをしてないのでデスしやすくなっている、アーマーを貯めてない、メインに頼りすぎている、でマップを見てない、索敵が甘いってことですね。では、皆さんご覧になってくださいということでね、ガチエリアパワー1630のアンチョビットゲームズガチエリアということでね、まず編成をチェック。リッター、赤ザップ、ローラーで、マナスさんがクローズアップと。で、相手方がオバフロに、スクイクに、赤ザップに、ボールドマーカーと。相手のオバフロ無印か。じゃあ、雨降らしだね。さあ、まず最初に、どんな感じでいくのかな。まあ、まだね、クローズアップに変えたばっかとのことだよね。やっぱまずクローズアップの使い方がちょっと微妙に分かってない可能性っていうのはかなりある。まず最初にアーマー貯めていく。これは結構いい動き。アーマー貯めるのめっちゃ大事だからね。さあ、アーマー貯めた以上、やっぱり1キルは狙っていきたいところ。さあ、これ、スクイクと相打ちになってしまう。これちょっとやや惜しいかなって感じはあるかな。まあでも、相打ち持っていけたらいいかなって感じもある。まあ、あれ A プラスなんでね。ちょっとこの辺甘く見ていきたい。さあ、マナスさんね、結構見てる限りだとね、かなりキャラコンいいし、エイムもいいんですよね。動き自体はね、すごいしっかりできてる人なので、なんかほんとちょっといじれば、すぐ腕前 S 体とかに行きそうな感じはする。今のもいいね。ちゃんとエイム定めて、で、これも挟み撃ちにして、スクイクもちゃんとやっていくと、これは見事。素晴らしい。まあ、ただ、ボールドマーカーだけ生きてるんで、そこだけちょっと警戒したいが、ボールも不審だね。ただ、やっぱりビーコン置いてあるんだよな。まあ、ただビーコンとこまで戻るのはちょっとあれなんで、こう詰めていくのも悪い判断じゃない。これやっていくのも偉い。この辺までほとんど文句なしの動きだね。理想的ななんかシューターとしての動きではある。まあ、ただクローズアップここまで前出る必要あるかってちょっと微妙であるんですけど、まあ、前使ってた武器が寿司コラだったってことでね。やっぱりまだちょっと寿司コラっぽく動いてしまうのはしょうがない気がする。そこちょっと逃げたい。そうだね、うん、これは悪くない。まあここかなって感じはありますね。ここをスクイクにまあ狙われていたことはまあ分かってると思うんですよね。でパシャンと音聞こえたし、でここマルチミサイル出てきたから、まあもうスクイクからすると位置どこにいるのかってのは分かってたわけですよね。だから完全にまあスクイクにこうやってこうねバレてたわけですよね。でここ逃げ方なんですけど、まあ、基本的にスクイクとかなんかから逃げる方法って、まあ一番いいのは、ここじゃなくて、この辺なんですよね。壁際にいる敵を狙って撃つっていうのはかなり難しいんで、ここはね、あえて壁際の方に沿ったところにいた方がおそらく抜かれなかったはずですね。てか抜かれる確率が低かったはず。まあ上手いスクイクだったら関係なしに抜いてくるんですけど、まあ A プラスだとそこまでのエイムはないと思うんで、ここだとちょうどこの上にいるスクイクが狙いやすいような位置にいるので、射程的にも角度的にもそうですよね。なんでここはちょっとね、この辺の、まあマルチミサイルあったにしてもこの辺に逃げたかった。そしたら多分抜かれてないと思いますね。
ちょっとね、スクイクに結構やられてるんですけど、これなんでやられてるかっていうと、その車線の切り方が多分分かってないからなんですよね。スクイクとかチャージャーってこの角度だと狙えないんだよなっていう意識が低いので、抜かれちゃってるって感じですね。ここはちょっと気をつけたい。で、まあエリア取られてしまうと。まあでもこのぐらい差があるんだったら結構打開すればどうにかなりそうって感じあるけど。これ味方一人落ちちゃったね。ここですね。まずここの場面なんですけど、そのもうエリアこれ完全に取られちゃってますよね。でビーコンもここにある、ここにもあるしね。って考えると、ちょっとここでこのリッターに飛ぶのはかなり危険な賭けで、もう敵この辺まで詰めてきてるっていう風に推測して、ここに飛んだらもうボムとか置かれてやられる可能性があるって考えた方がいいんですよね。ですからこの場合だと、ここに一気に飛ばないで、やっぱこの辺とかこの辺を塗ってアーマー貯める場面なんですよね。で、やっぱクローズアップって僕、前のそのクビッキーさんって方の動画でも申し上げたんですけど、やっぱその打開の時って、アーマー貯めるのがまあ、基本中の基本なんですよ。なので、この場面だともうその、飛んでも多分やれることほとんどないんですよ。敵この辺まで攻めてきてたりとか。あと敵のスペシャル溜まってたりとかすること多いんでね。で、だとすれば何すべきかっていうと、やっぱりアーマーを貯めていって、だから味方と、まあ、ラインを合わせて、その状態でこう打開していこうっていう場面なので、ここで急いで飛んでもやれることはあまりない。で、ここで飛んじゃったんで、まあ敵のスクイクいるなってことはまあ気づいたわけですよね。で、まあ吸盤ボムを置いたりとかするんだけど、ここやっぱちょっと無理やりだから行き過ぎちゃってるんですよね。やっぱ相手ここで待っている以上、敵の方がやっぱりもう有利なんですよ。こういう場面って、基本的には。だって相手はもう準備できてますよ。迎撃する準備できてますよっていう状態で、まあ、自分がそこにまっすぐ突っ込んでいっちゃえば、相手からすると、あ、なんか突っ込んできてくれたな。じゃあ撃ち殺しちゃおう。みたいな感じで撃ち殺されちゃう。まあだからまあこうなっちゃうわけですよね。まあこの人結構うまいけどね、このスクイクの人、正直言うと。これでだからってすぐ抜けるってのはうまいなって思うんだけど、これなんかやっぱりそのもっとちゃんとそのアーマーを貯めてから、よしスクイク、アーマー履いてスクイクやるぞってやってれば、まあ別にこんなことになってなかったので、ここはやっぱりね、ちゃんと冷静に落ち着いてそのアーマー打開をしようっていうふうに考えた方がいいですね。とにかく打開するときはね、基本的にスペシャルを貯めるっていうのがもう前提になってると思った方がいいです。動きとしては。で、まあ、やられちゃったんで、まあ、ただ味方がそこそこ強いんで、なんとか打開できるかな。まあ、やっぱりちょっとやられちゃうね。そうね。まあ、これ敵が入ってたと。で、やられちゃう。まあ、相打ちというか、まあ、トラップ仕掛けてくれてたんで、なんとかって感じだけど、これもなんですけど、まあ、結局、その、今回反省点で、まあ、こうやって多分歩いていったと思うんですけど、やっぱここも大事なのって、やっぱり、マップ見てて、気づかなきゃいけないとかあって何かっていうと、ここやっぱり、完全に塗られちゃってるんですよね。で、完全に塗られてるってことは、ここら辺の、まあ、これなんか扇風機みたいなのあるじゃないですか。ここ多分取られてんだろうなっていうふうに考えた方がいいんですよ。ここと、あとここら辺に敵がいるなって思った方が良くて。だとすれば、こっからこう歩いていくのはいいんだけども、歩いていった先に多分こっちとこっちに敵二人いるなっていうぐらいな感じで思ってた方がいいんですよね。だけど、真夏さんは、ここで、もうこのスクイクだけ見てるんですよね。そう。こっち見てないんですよ。なんか多分スクイク光ってるんで、光ってるスクイクを見ちゃって、こうパーって行っちゃったんだけど、やっぱりこの場面も何しなきゃいけないかっていうと、マップ見た限りだとこの辺と、まあ、この辺が塗られてることから、おそらくここの2箇所に敵いるだろうな。で、打開時の基本である、その高台から即降りちゃいけないっていう、そのま、一種の決まりみたいなものがあるんですよ。打開するときって。なんていうかというと、このゲームで高台にいるやつの方が有利だから。まあ、逃げやすいし、攻撃されにくいからね。
で、もしここでパッと降りなければ、マルチミサイルをここの段で食らうことがなかったんですよ。おそらくここの段ぐらいでマルチミサイル食らってたら、ちょっと後ろ下がってかわせたじゃないですか。で、ここの段でちゃんと見ていれば、左右って見ていれば、ここに敵がいることにも気づけたはずなんですよね。ですから、その打開するときっていうのはもう、自分のその今から行こうとしている場所全体のどっかしらかに、あの敵が潜んでるっていう風に考えるようにした方がいいんですよ。打開するってそういうことなんですよ。打開するってな、何を意味してるかっていうと、何考えるべきなのかっていうと、あの小学校時代のプールとかの授業を思い出してほしいんですけど、あのプールとかって真夏だったらいいんですけど、あの最初にちょっとこうプール開始した時の6月ぐらいの時ってちょっと水冷たかったりするじゃないですか。だからこう足のつま先入れてちょんちょんってやって、だんだん体なを鳴らしてプールに入るじゃないですか。あれと同じ感じなんですよ。あのもう打開するときって、打開するときっていうのはあんな風につま先を入れるような感じでちょんちょんってこうつつくんですよ、水を。でこのスプラトゥーンで例えると、その相手のインクでもうびちゃびちゃになってる状態なんですよ。でそこに入るときにドボンって入ったら心臓麻痺になって死んじゃうじゃないですか。でもその腕前が低い人がやっちゃうのって、その心臓麻痺になるようなダイブをかますんですよ。だからここでマナスさんもこう急にここの高台にいればいいものの、こうパンと降りちゃうじゃないですか、こんな感じ。でもこれは降りちゃダメなんですよ。これ高台にいてちゃんと吸盤ボムとかを投げたりとかして敵をあの見つけ出す場面なんですよ。つまりプールで言うとつま先をちょんちょんって入れて大丈夫かなっていうのを確認する場面なんですね、ここって。だからこういうところでバーンと行っちゃうのはダメ。これは結構腕前低い人みんなやっちゃうんですけど、こうやったら絶対に敵が潜伏したりするんで、すぐに殺されて終わっちゃう。まあ、この場合だと敵のボールドマーカーが、まあ、左から来ててやられちゃうわけですよね、結局。だからこれはやっぱクリアリング不足ってことになりますね。はい。これでね、だんだん相手のカウント進んでいっちゃうんだよね、やっぱりね。打開がこうして失敗すると。これ2回失敗してるわけだから。さあ、これナイス球。そうね、この辺塗りながら。ここも正直言うとね、降りるよりも先にやることがあって。やっぱね、この辺見てほしいんですよね。うん、左のところとか、ここだけ見てないで、さっきからここだけずっと見てるんですよ。でも、ここにも、ここにも、ここにもだって、やっぱり敵っていうのはいるものなので、あの、こっちだけ一方方向だけ見てればいいってものじゃないですね。だから、その必ずやんなきゃいけないことは何かっていうと、この辺まで来るのはいいんですよ、別に。来るのいいんだけど、この辺になったら、徐々にこうスニーキングしていって、あの、潜伏して、カメラを動かしてほしいんですよ。左右って。で、そして敵いるかな、いないかなみたいなのをちょっとじっと観察してほしいんですよね。で、そのカメラの視点移動なんですけど、まあ、例えばこの辺にいたとするじゃないですか。で、真夏さんの場合だと、なんかここしか見てなかったりするんですよ、なんか見るときに。でも大事なのって、こう一旦こう潜伏してみて、そしたら、ここだけ見るんじゃなくて、こことか、こことか、この辺ぐらーっと見てほしいんですよね。なんかあるたびに。こう、一旦止まってみて。敵いないかな？どっか顔出してないかな？とか。そういうのやるようにしてほしい。ここ、例えばなんかその、腕前低い人ってやっぱ見るところが一点だけに絞られてて、ここ見ようと思ったらここだけじーっと見てるんだけど、そうじゃなくて、こことか、こことか、こことか。って見るともう全然その視野が変わるんですよね。あ、敵あそこいるぞ、ここいるぞって、もう四方八方を見るようにする癖をつける。これものすごく使えるんで、ぜひね、使ってみてください。あと、ちなみになんですけど、まあ A 体だとあんまオートプレイしてる人いないと思いますけど、あのこれブクブクって音いるままだと聞こえちゃうんで、あのこのスティックのところをこうやって細かくちょっと動かすようにしてやると、あのブクブク音消えるんで、これちょっとあのマメなテクニックとしてちょっと覚えててください。結構便利です、潜伏するとき。はい。でこうやってこうナビしぶきでダッシュで一気に突っ込んでいけば、
敵は、ああ、この人来たなっていうのはやっぱり分かると思うんで、で、分かられちゃダメなんですよ。分かられちゃったらこのゲームってもう負けなんですよ。で、分かられないのが一番強いんですよ。なんで、分かられないようにスニーキ、この辺まで来たら、この辺ですね。この辺まで来たらスニーキングしていって、そしてこの辺りを見ると。で、なんか、インクが、相手のインクでビチャビチャになってるんだったら、そこでもボム投げてクリアリングするっていう風にしていかないと、ダメなんですよね。これもやっぱり、こう、飛び込んじゃうじゃないですか。でもこれ考えてほしいのは、この辺とかなんかに敵いる可能性だってあるんですよ。そう。まあ、今回の場合いなかったけど、これ見てもわかるように、やっぱり左敵いるんですよね。で、もし、マナスさんがここで、その、左の方を見ていれば、ここも塗られてんだから、ああ、ここ敵いるじゃんって分かったんで、こっちをむしろ見て、こっちにボム投げるべきだったんですよ。で、それを、ここだけ見てたんで、こっちを完全に見逃しちゃって、で、左の方に敵が攻め入ってる状態になって、味方が困っちゃうなーって状態になっちゃった。これがもし左見ててボムとか投げてれば、敵、この辺とかなんか降りたりするんで戦いやすくなったんですよね。これだともう逆転しちゃってて、敵の方が高台にいて、マナスさんが低い低地にいるって状態なので、もうこのめちゃくちゃ不利ですよね。しかも相手スクイクなわけだから、これはもったいないよね。そうですね。で、結局のところ相手に冷静にいなされてしまってやられちゃったと。まあ、ここもね、正直言うとその、エイムは悪くないんだけど、やっぱバレてるから迎撃されちゃうんだよねっていう、どうしても。もうこれはなんか最初から結構振り対面仕掛けちゃってるので、ここはね、やっぱり最初に左の方を見て9番ボム吐いてれば、また違ったのかなってところですね。まあ、この辺どうしてもやっぱ寿司使ってたからね、なかなかその9番ボムの扱いに慣れてないっていうのはあると思う。で、これ敵入っちゃってるわけですね、味方陣地にね。で、ビーコン置かれちゃってると。まあね、ここもなんだけどね。ここもなんだけど、やっぱり、その、ここから上がるときに、ここちょっと警戒してほしいからっていう。ここが上がってきて、こっから敵入ってくるっていうのが、まあ、アンチョビットゲームのあるあるなので、もちろん今、ビーコンがありましたで、敵ここにいたよなっていうのをマップで見ちゃったんで、ここに一直線に行ってるんだけども、やっぱり大事なのっていうのは、敵はここにもいるけど、こっからも上がってくるんだよっていう、その意識ですよね。結局、その視野を広げるっていうか、敵は、こっからもこっからも入ってくるんだよなっていう、その意識がないと、ただここでまた突っ込んじゃうと、またこうやって、その左を全く見てない。左見てないんで、もし仮に敵が左から来てたら、もうここで後ろから攻撃されちゃってる可能性あるんですよ。っていう。まあ、だからこの辺もね、やっぱね、もっとカメラをぐるっと回す動き。これやっぱり A 隊の人、クイッキーさんもそうだったんですけど、やっぱ A 隊の人は、どうしてもその動きが足らないんですよね。なんか一点だけ見てそこにバーってちょっとずつ猛進突っ込んじゃうっていう、これよくやりがちなんだよな。で、この辺塗っていって、まで相手スクイープ入っていっちゃうと。で、いつまでもこいつがまた入って、ボールが入ってきちゃってやられちゃうっていうことだよね。この辺りほんと一体塗られてるんで、やっぱ9番ボムによる牽制と、あとアーマーを貯めるってことはやっぱしっかりやるべきですね。ここもなんですけど、やっぱその打開するためのアーマーを全然貯めてないってところがあって、やっぱりアーマー貯めてないとダメなんですよ。これは。本当に打開するっていうのはね、スペシャル貯めるってことなんですよ、要は。なんで、これスペシャル貯める場面だし、突っ込む場面じゃないんですよね。なんか、結構僕最近いろんな人の動画見てて思ったんですけど、やっぱね、意外にみんなエイムいいんだけど、そのなんかエイム力に過信しちゃってて、なんか突っ込んだら、突っ込んで対面状態に持っていったら、まあ自分が勝つに決まってるだろうみたいな感覚で突っ込んでるんですよね。で、実際マナスさんってめっちゃキル力あるんですよ。この試合もですね、結果的に見るとなんか21キルぐらいしてんだよね。
まあ、サブ合わせてだろうけど、だから、キル力は立派なんだけども、キル力を生かす、もっと生かすような立ち回りみたいなものもしていかないとダメで、そこがなんかね、もったいない。まあ、人数不利になっちゃうよね。2対4でね。そうね。ここもですよね。飛び込むのが早いっていう。まだここって、まあ、こんなにびっちゃり塗られてるわけじゃないですか。で、そうすると多分、マナスさん自体もそもそも敵どこにいるのかあんまわかんないと思うんですよ。で、ここら辺にいたりするわけだからね、敵。こんなに塗られてる中で、もう飛びました。はい、ジャンプして降りますってなっちゃったら、もう敵からしたら、あ、わざわざ飛び込んできてくれたぞ、こいつっていう感覚なんですよ。本当に。下に降りるって行為って。まあ、海にいるサメに飛び込んでるようなもんで、まあ、それは食われますわなっていう。だから、ここも、やっぱりちゃんと、吸盤ボムとか使って、クリアリングして、そして敵のこと、敵がどこにいるのかっていうのをちゃんと確認して、その上で、アーマーを貯めることを意識しながら、味方と挟んだりして、倒していくっていう風にしないとダメですね。まあ、これなんとかやれたけどね。かなり危ない。ここもなんだよな。ここも、要するに、こいつやった後、こう、スクイックのこと多分見ちゃうんで、こう飛び降りるんですけど、ここにも敵いるんですよ。っていう。ここも、そのスクイックのことだけ、この1点しか見てない。この1点しか見てないんで、ここにいる敵のこと完全に見逃しちゃってるんですよね。で、こう赤ザップが飛び込んできちゃって、まあ、危うくやられそうになるんですよね。これ、ぶっちゃけ言うと、このまあ、ローラーの人かな、守ってあげるさんが、まあ、こうフォロー入れてくれたからいいけど、これ正直全然死んでておかしくない場面だったので、もうちょっと慎重に行きたいよねっていう、これ、こういうところが多分多々あるんで、おそらく打開失敗しちゃったりとかして、で、試合がおそらく多いんだと思いますね。バクチ打ちすぎっていう。そう、これもまあ前行くのはいいけど、結構これも怖い、正直言うと。ただこれ回り込んだバフを倒すのは OK。まあこれも味方と一緒になって倒せたから、まあまあいい。ここね、ここもスクイック見つけてこうやりに行くんだけども、まあこれスクイックもうまいけど、ここもなんですけど、やっぱりスクイックの対角線上にもう行っちゃって、スクイクとかチャージャーからすれば、ああ、抜きやすいな、ここにいんのっていうところにわざわざ自分で来ちゃって、抜かれてるっていう。どう考えてもスクイクとかなんか抜きにくい、この辺の壁に沿ったところに行かないで、スクイクから抜いてください、自分のことっていう場所に行っちゃって、そしてやっぱ抜かれちゃってるんで、ここもね、やっぱりもったいないとこだよね。ここはむしろなんかスクイクが降りてくるまで、まあ、この辺で潜伏するとか、まあ、あるいはこの敵2人落ちてる状態で今からリスポーン地点から復活するって場面だから、やっぱね、ここのね、スクイクを無理に狙わなくてもよかったのかなと思いますね。倒せないから、どうせ。ここにいたってスクイクのこと。で、逆にスクイクからすると有利だから、ここにいる、上にいるわけで、狙いやすいところにいるわけだから、ここでクローズアップがスクイクに対してできることは基本的にないんで、これやるんだったら、むしろもうちょっと離れたところで潜伏して、この復活してくるであろう二人のことを狙うか、もしくはスクイクが、まあ、クリアリングし終わったなと思って降りてきたところを殺しに行くか、のどっちかだったと思いますね。ここもね、ちょっともったいないなーってとこですね。ここ行ったらやっぱ、それはやられますぜっていうところ行っちゃったんで、もったいない。今、味方がナイス弾吐いてくれると。これもう敵入ってるんですね、これね。まあ見たらわかるけど。ここ中ね。ここにいましたね、敵ね。これちょっと見逃しちゃったかな、ってとこかな。そうね。これなんかもなんですけど、
なんていうのかな、ここまあエリア確保するじゃないですか。で、これ敵右高台生きてるじゃないですか。で、そこを、こうやって行くんだけども、なんか、ここにいる敵のことを見ないで、こっちにいるおばくろ狙いに行っちゃってるんですよね。っていう。でも、ここでやられたって言ってくれてるし、まあ、右側にいた頃は多分気づいてたとは思うんですよね。で、そうなっちゃうと、エリア今せっかく進んでるわけじゃないですか、カウント。で、そうすると一番重視すべきなのって、この先にいるおばくろなんじゃなくて、今自分のエリアのとこなんですよね。っていう。だから、ここはもう登んないで、こっち見てあげたかった。まあ、登んのはいいんだけど、登った後、おばくろを殺しに行くよりも、先にやることがあった。って感じ。で、結局のところエリア取られちゃってるからね、こうやって。この辺もったいないですよね。やっぱその、なんか、エリアへの意識がちょっと低すぎたなっていうとこあって、だからなんだろうな、その、多分敵のなんか攻撃インクを見ると、そこにこう突っ込む癖がマナスさんあって、で、なんか気持ちはわかんないでもないんだけども、でもその、問題なのって、その、エリアのカウントを要するに進めることが一番大事なわけじゃないですか。で、そうなった時に、あの、エリアの近くにいる敵をキルするんだったら全然わかるんですけど、エリアからかなり離れちゃってる敵のことまで狙いに行っちゃうと、今度、エリアが手薄になっちゃうんですね。エリアの、あの、防御ってものが。で、そうなると結局こんな風にしてエリア取られちゃって、こうやって、あの、ペナルティ食らっちゃうので、この辺のやっぱりなんかその考え方の問題、敵いたからそいつのことを追って殺しに行くんじゃなくて、あくまでもエリアの塗りを邪魔してくる敵を中心に殺すんだっていう風な意識に変えていかないとダメですね。エリアから遠く離れた敵殺したって別に何でもないので、それはもう意味のない行為なんですよね。だから問題なのはエリア近くにいる敵を殺すことが問題なんですよ、ガチエリアって。またここでスクイクと勝負になる。これうまいっすね。この部分はね、めっちゃうまい。これ完成キャンセル使ってちゃんと敵のメインの攻撃をかわして打つところ。これはもうほんとうまいっすよ。だからなんかそのね、天性のね、なんかアタッカーっていうか、ストライカーっていうのかな、こういうの。そういう能力がなんかあるんだよなっていう。ただややちょっと視野が狭窄になっちゃってるっていう部分がある。これやんのもいいんだけどね、すごく。この辺殺していくのも本当に素晴らしい。ここでただ勝った感じあったけどね。敵も4対2で、これ普通だったら全然勝ってておかしくない場面なんですけど。ここちょっとまあキャラコンミスっちゃったね。ただね、ここもなんだけどね、その、なんだろう。やっぱり、その前しか見てなくて、やっぱ当然なんだけど、こっからも敵って来るんですよ、このステージって。で、そうすると、まあこっから敵来るよねっていう可能性普通にあったわけで、やっぱり前見んのも大事なんだけど、やっぱ後ろも見てあげたかったなっていう。ここね、まあ、ただ正直これ、負ける場面じゃないけどね。まあこれちょっと正直言うとね、味方もちょっとどうかしてるとは思う。個人的には。ここでこれ許しちゃってんのはなんか何なのかなって思うんだけど、まあこれはやっぱり A 隊なんでね、やっぱこういう場面はやっぱりかなりあるんで、やっぱり自分がもうこの辺ぐるぐる見てあげる。あとやっぱりマップ開くことですよね、もうここまで来たら。一番大事なことって。まあ要するに、もうここって抑えの場面入ってるわけじゃないですか。で、そうすると、あと少しでまあ勝てるわけですよ、カウントしのいで。で、そこで大事なのって何なのかっていうと、ここで大事なことっていうのは、まあこれ登るのはいいんだけども、その、マップ開いてほしいんですよね。で、マップ開けば、こっから来てんのか、こっちから来てんのかっていうのがもう丸分かりなんですよ。で、もしマップさえ開いていけば、おそらく、こっから敵来てることに気づけたんですよ。だけど、この場面で、
なんか動き回っちゃったりとか、余計なことしちゃってマップ開かないで敵のことをこう視認しようと思って頑張っちゃったせいで、敵にいつの間にか裏取られちゃってて、こうやって負けちゃうっていう展開になっちゃったんで、ここですねって感じはする。まあこれね、マラスさん21キルもしてるんですよ。で、味方の赤ザップなんかも15キルしてて、もうとんでもないなって僕は初めて見た時思ったんですよね。で、敵のキル自体はあんま大したことないし、これで負けちゃうって何なのって感じじゃないですか。実際のところ、キル数では圧倒的に上回ってるのに、なんで負けちゃったのかなって思っちゃうと思うんですけど、よく見てみると、至るところで勝てるチャンスがあったのに、そこを、完全にミスっちゃって負けてるってことがやっぱり判明するんですよね。やっぱりその打開の仕方であったりとか、まあ要するにそのアーマーを貯めない、高台から降りちゃう、クリアリングしないとか、あとはマップを見て敵の位置を把握しない、つまり敵がどっから来るのかっていうのを見ようとしなかった、完全にその自分の目で見えた敵のところだけをキルしに行ってしまってるっていう、やっぱそういうところがまあ、欠点なんですよね、マラツさんの。まあ、なので、このあたりをもっと意識的に、今挙げたポイントっていうのをもっと意識的にするようにすれば、おそらくもっと勝つ確率は上がるのかなと思います。ちなみになんですけども、そのマップを見るときのコツって何かっていうと、まあ、慣れてくると、まあ、なんか常時マップ開いたりとかするんですけど、最初の方は、なんていうかな、打開するときとか、抑えの時にマップを見るっていう癖をつけるといいと思います。つまり抑えとか打開の時は必ずマップを見るんだぞっていう風に覚えて、マップを見る癖をつけていくと、まあ、だんだんその細かくマップを見られるようになってくるので、最初はやっぱりまずこれこれこういう条件の時にマップを見るっていう風にするのがいいと思います。まあ、ということでね、今回の添削は、これで終わりです。まあまだまだね、やっぱりこれから S 対 S プラス対まで目指されるとのことなので、まあまた何かあったらすぐに動画を送っていただければ、僕はすぐに添削いたしますので、よろしくお願いします。まあとりあえず今挙げたポイントを必ず意識してこれからガチマッチに潜るようにしてみてください。やっぱりその添削されたことをやっぱりちゃんと覚えて頭の中に叩き込んで、で潜っていかないとやっぱりいつまでも直せないので、やっぱそんな感じでやっていくといいのかなと思います。ではまたお会いしましょう、皆さん。ずんだでした。あ、ちなみにチャンネル登録&高評価していただけると幸いです。他の方のね、動画もお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。